私ね、仕事を辞めようと思ってるんだ。え？辞めてどうするの？タトゥーの彫り師になりたいの。おお、すごいじゃん。でも、あれって免許とかいるんじゃないの？え、そうなの？ははは、お困りのようですね。その疑問にお答えしましょう。よし、出番だ。じっくり教えてあげなさい。はーい。やっぱりあんたが答えるんじゃないのね。実は一時期、医師免許が必要になりそうな時があったのです。彫り師なのに医師免許？事の発端はアートメイクなのです。アートメイクって？アートメイクは美容のために眉やアイラインに針で色素を注入する施術のことよ。誰？私は元男の子のルナよ。いちごちゃん可愛い。俺は元女性のオビトだ。よろしくな。20話目にして濃いキャラが来たな。そのアートメイクを技術のない人まで施術を行うようになってトラブルが多発したのです。何事もなく進めるのね。アートメイクでのトラブルが社会問題となって厚生労働省は針先で皮膚の表面に色素を入れる行為は医師にしかできないとする通知を出したのです。それアートメイクの話だよね。でも警察はタトゥーもアートメイクと同様に医師法違反だと拡大解釈をし始めたのです。ひどい。幻滅。ルナ、静かにな。ついには医師免許を持たずタトゥー施術を行った罪である堀さんが罰金刑を受けたの。罰金？どんだけ？ルナ、うるさいぞ。それに堀さん側は表現や職業選択の自由などの侵害を訴えるんだけど、有罪判決になっちゃうの。え？有罪？ね、この判決が上告され裁判は公罪に。どうなっちゃうの？心配。ルナ、黙ろうな。公罪では劣等感や不満を解消することも医療の目的だと判断し、美容整形は医療行為に該当するという解釈、再生医療の観点なのです。アートメイクの多くの事例は美容整形としての医療行為であると判断し、医療を目的としないタトゥーはアートと線引き、医療関連性が全くないタトゥーの施術とは同一に論じることはできないとして。どういう意味？複雑。つまりアートメイクは医療だから医師免許がいる、タトゥーはアートだから免許いらないって結論が出たのです。それで被告は逆転無罪。この裁判で堀さん、タトゥーアーティストが社会的に認められたのです。堀さんにもいろんな苦難があったのね。なんですかね。これ以降タトゥー業界の意識改革も進んで、タトゥーイスト協会という業界団体も生まれたのです。堀さんがさらに活躍する社会が来るかも。以上がタトゥーの裁判の話なのでした。よし、みんなわかったか？お前は何も説明してないだろう。よし、私堀氏目指して頑張ろう。私は気になる人できちゃった。頑張ろう。え？今日も少女はタトゥーの偏見を減らし続ける。
河内入れ墨処十五夜はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。